画面端に追い詰めた相手には隙の少ない S スタンエッジで固めるのが強力。ヒットを確認して連続技につなげよう。相手の脱出手段は主に2つ。1つはわざと食らって前方ダウン復帰で逃げる方法、もう1つは直前ガードをしてからハイジャンプで逃げる方法だ。これらの脱出法にはしゃがみ HS を当てよう。またはしゃがみ S でジャンプを防止するのが有効だ。グリードセバーの特殊な使い方を紹介しよう。ダウンを奪った後、密着状態からグリードセバーを出す。ガード方向が逆になるのでヒットしやすく、連続技も狙える。ガードされても距離が離れるので反撃を受けにくい。相手をダウンさせたらスタンエッジチャージアタックをフォースロマンキャンセルして置き攻めを仕掛けよう。下段の選択肢は着地した後に立ち K。 中段の選択肢は空中ダッシュ攻撃を使おう。